改めてもう、立花さんが聞きたいことを斎藤君に直接聞いてもらうのが、うん、ああ、そうやね。まず、たんきに持っていった情報ってな、なんなのかなっていうのをもう一回ちょっと分かってるのは、一人放送局の通帳は<ず>分かるんだけど、そ,そ,そ,それ以外党当の通帳のコピー、一、うん、人放送局の通帳のコピー、うん、あと僕が、えっと、自分でパソコンで打ち込んでた債権者名簿。債権者名簿っていうのは、 政治団体の方じゃなくて、国政政党の方。7000万円ぐらい借りたじゃん。あ,あっちじゃなくて、うん、例えば、人情<の>を集めてたじゃないですか。うん。要はじゃあ、国政政党の方だね。いはい、そ,そうそっちの方です、うん。うん。で、じゃあ、その今年の6月ぐらいに集めた7000万円とああ、そかちの方は持っていってない。はいわゆる政治団体 NHK から国民モルトの方は持って行ってないでいいんでね。はい、はい。あ、了解。通帳は、 会社と国政政党のものもをはい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 あとは契約書関係はど,どうなってるのかな契約書関係は一切持って行ってないですあそれは持って行ってないのね、はい、一,切一切持って行ってないですはいえー、とするとう<つ>写しも撮ってないですとすると渡し、えー、たのは会社とせ国政政党の通帳だけっていうことでいいのかな、まあ、あとはデータベースのその債権者名簿ですね それでは分かりました、はい。で、あと気になったのは、だから事前に党の大なんか幹部か誰かで話してたっていうのは、はい、これはいつ,いつぐらいまでっていうかだ、誰にいつぐらいまで情報出したの、まあ、一応、あのまあ、今、もう立花さんお越しになったので、大津さんと会いに行く、その日で,日ですね。だから9月末ぐらいかな、10月初めぐらいそう ?9 月の末ぐらいからですね。 それは何か聞いてるから、要給料払ってもらに行くっていうところまでは言ってたってことだよね。はい、その後は特に誰かに、その顛末について説明してないんだよねまあ一応、その警視庁に行ったことと、あと、政党助成金が使えるようになるみたいですっていう話は、文久、うん、さんの方には、でお伝えをしましまた文久さんに LINE っていつぐらいの話、それ。まあ一番直近でいうと、11月2日ですね。 11月の2日に文京さんに行ってる。いや、はい、それはまあ文京さんが止めてたのか、俺に連絡ないっていうことやね、文京さんのところでね。まあ、あの、お金が使えるようになってたことについては、俺はもうし知ってたんで、ああ、そうなんですね。あんまり、あんまりビビあのびっくりはしてないんだけど、ええ、斎藤君はまあち、ちなみに一度も俺にこう、 会館に来るとかって話、まずしてないよな。俺、俺、知らない間にずっと車の運転しといてくれってずっと言ってたやんか。あの、松戸の時ですね。はい。ガーシーが当選した後、議員会館で働きたいって言ってたじゃん。はい、それ、ね、俺はもう、それはもう絶対ダメよ、と。はい。車の運転やっといてね、と。はい。で、それ、いつの間にまた中に入ってきた ?2 月の、 あの頭ぐらいだと思うんですけど、あの要は開発室と上で仕事を分けるってなった時に、村川事務所の,その仕事を分けるってなった時に、うん、えっに、と、4階で、斎、まあ、藤君はここでいいんやなっていうことで、うん、美香さんに立花さんが聞いてで、それで美香さんが入っていうことで、うん、じゃあ、あとは美香さんに聞いてくれやっていうことで、まあ、そこで開ま、うん、あ2月ぐらいからそういうことになってたっていうことね。 いや、あんまり正直向いてる、向いてないってうのはずっと思ってるからね、俺、斎藤君自身が。そうですね。はい。こういう仕事するのね、もう、あの、はい、君は情報を持って、簡単に言えば売るっていうことに対しては、まあ抵抗がない人やっていうのは、自分でも理解があるでしょう。そうですね、はい。もともと NHK の集金にしてて、あの、N リンクスの時も N リンクス側は、あの、斎藤君が裏切った、N リンクスを裏切ったことに関して、そう耐えれなかった、 っっってていいううのは犯罪を耐えれなかったっていうよりもコロナによって、まあ、仕事が減って給料が減ったからだからなんか一攫千金求めてそんなことをエルリンクスの情報を持ち出して立花のところに行ったんだみたいな反論されてたけど俺もそういう人やなと思ったからそういうところにつきちゃいかんなとはずっと思ってたんだけどねまあまあ今さらそれ言っても仕方ないんだけどそれでその、まあ、ちょっと話を戻せば まあ、大津の方から持ちかけてきたのかどうかって、もうちょっと繰り返しになるかもしれないんだけどね、はい、そのまず300万円の,その契約書を持っていったのは、斎藤君の方だっていうのはよく分かる、それは、まあ、よく分かるんだけど、はいはい、大津の方から、その党の、あと会社の通帳を持ってこいっていうような指示が、うんうん 会社の通帳を持って、コピー持ってこいっていう通知指示があったことは間違いないんだよね。はい、間違いないです。はい。うん、それは間違いない。それは間違いないんだよね。はい、で、それとの引き換えにお金をもらうみたいな話は直接的な話じゃなかったってこと変な話。うん、通帳を持ってきてく、うん、持ってきてくれたら、お金をあげるとは一言も言ってないです。うん、ああ、そこやな。はい。ただ、通帳を持ってきて、いろいろと協力してくれた後に、 豊田先生の事務所の中で、うん、大東君の給料については、しっかり保障して考えたいっていう話があって、うん、で、えっと、大津さんがそれをじゃあ書面化しましょうってなった時に、大津さんのお父さんが、うん、これはお互い書面がない方が都合がいいっていうことで、で、豊田先生が、じゃあ私が承認になりますっていうことで、うん、え話が進んでいったっていう流れですよね。なるほどね。うん、ちょっと、すごく大事なところなんです、す再度確認だけど、はい。その通 会社の通帳のコピーを持ってきてほしいって言ったのは大津であることは間違いないんだよね。間違いない。<に>はい、間違いないでね。それの見返りにお金があったかどうかは別だよね。はい、そうですね。はい、それはあのはっきりしないところだと。はい、要は、はい、会社の通帳のコピーをくれと。で、その時の理由が、国政政党と一人放送局が表裏一体だから、一緒になんか悪いことしてるから。うん、うん 持って行っても問題ないんだって説明を大津がしたっていうことね。そうですね。はい、うん。その具体的な犯罪、立花が犯罪をしてるっていうことを言われたから、多分斎藤君すごく焦ったんだと思うんだよね。立花が犯罪をしてて、その周りの人たちも犯罪してるって大津は、不意調してるのよね、これ。そうですね。はい。不意調してるのね。これ斎藤君だけでも。もちろん。はい。もちろんそうです、ね。はい。斎藤健一郎議員にも直接言ってるし。はい。 渡辺文久さんにも直接言ってんのね。はいま、はい、だにネット上でもあいつ言ってるから、はい、でここについて具体的な犯罪は何してるみたいなこと聞いた。まず、その立花さんの犯罪、まあ、一番大きなものとしては、うん、言ったらマネロン疑惑、うん、女性助成金を適正に使っていないとか、うんうん、あとは例えばあの、従業員に対して、<laughs> えなんか家賃等で提供してるだとか、まあ、要はそういう要は背任的なもの、横領,領とか背任的なもの、であとはその例の8000万円の件、うん、まあ大きく挙げられるっていうか、まあ、その警視庁の中で話に出たのは、本当こういうところ。うん、で、実際に立花さんが、本当に例えば、一番分かりやすくと言うと、誰かを殴ってそれを私は見ていたとか、確たる証拠があって何かを。 は犯罪だって断定してるっていうのは、なかったでと、うん、具体的に、その今、やっと向こう出てきたのがね、これ、初めて言ったの出てきたって言ったのは例の8000万円だよね、会社から総理にね。にして、はい、そこはあいつ、初めて言ってきたの、はい、具体的に、はいはいね、これね、はい、あの今、もうぶっちゃけ言うと、大津彩香に対して、一番かあ,のあいつをパクれるっていうのが、名誉損なのよ。<laughs> で、名誉損の条件っていうのは、あちこちで、あの、具体的な事実を言ってることが大事やねうん。事実の適時って言ってねな。何、うん、か悪いことしてるとかはあかん。うん、で、うん、じゃあ、8000万円を、その、俺が、えー、俺の会社が、相、まあ、政党に対して請求してるのが犯罪だって言ってるのは、まず一つだよね。うん、はい。 当のお金をマネロンしてるとかっていうのは、最近なんかあの、フニャっていうやつが言い出したんだけど、うん、はい、そうですね。3.3、はい、億とか3.5億、はい、はい、はい。不正に俺、何々の会社が取ってるみたいなことも言ってた。うんうん、そうですね。はい。それも言ってた、大津が。はい、あの、大津さんは結局、はい、まあ、その帳簿を見たときに、うん、まあ、その、不透明なこの3.3億、3.7、うん、億のお金、うん これは結局、その立花さんがマネロンをして、うん、まあ自分の私服を肥やしているというような話もしていましたし。うん、どれが犯罪だって言ってた、まあ、一番の犯罪は、やっぱりその、まずその8000万の件。万なこれは裁判官、裁判官の初期官をまあ騙したことになるだろうと。で、もう一個は、親族に対する利益供与。うん いわゆる家賃とか、娘に払ってる20枚な。ね、そ,うそ,うそうです、そうです、そうそういうのが。やっぱりそのレベルやねんな、まあ。はい。だから犯罪に当たるっていうことで、うん、結局、警視庁二課のその警部補さん二人も、うんうんお、刑事じゃちょっときついから先生これ民事で勝てるんですかって聞いたときに、まあ、豊田先生は勝てるって話だったんで、うんうん、まあ、まあ、確かに具体的な適時ではあるけど、それが、 一般の会社だと犯罪だけど、政党は犯罪にならないから、その辺の勘違いというところで、現に犯罪でないことについては何度も反論してるからね、それを分かった上で、不一致をしてるのは名誉毀損に当たるやろうな、5月の10日の段階でははっきりと言ってなかったんでね、まあ、最近、ついにそれをはっきりと言い出したってことやな。 だから結局大津さんは会社法と政党助成法を全然、うん、まあ豊田先生も含めてなんですけど全く理解していないっていう印象だったので <laughs> なるほどねはい、はい、まあ一応そういう流れでした NHK の「復興は」